28分の10配信開始、IMP、伸びしろルームで新境地開拓。角田夏実オルフ、アロンと真剣勝負。爆笑必至の初バラエティ挑戦。伸びしろルームで小坂大魔王、みちょぱ、ザ、マミーと夢の共演。IMP、伸びしろルームがいよいよ配信開始間近となり、ファンたちの期待が高まっています。このシリーズは Amazon プライムビデオにて、 10月28日から配信開始される予定で、視聴者にとって待ち望んでいた特別な瞬間となるでしょう。SNS やオンラインコミュニティでは、早くみたい、待ちきれないといった声があふれ、ファンたちは熱い期待を寄せています。このシリーズでは、IMP のメンバーたちがバラエティに挑戦し、スポーツ界で名を馳せたオリンピックメダリストたちとの共演が注目されています。特に、 1> 第1話では柔道メダリストである角田夏実選手とウルフ、アロン選手がゲストとして登場し、彼らの存在感と IMP との化学反応に注目が集まります。彼らの登場により、IMP、メンバーが新たな面を見せるだけでなく、普段のエンタメ番組では見られない特別な体験ができると期待されています。IMP の魅力は、のパフォーマンスだけではなく、個性豊かなキャラクターとチームの絆にあります。 彼らが仲間と共に試練や挑戦に向かう姿は、ファンにとって応援したくなる要素となっています。伸びしろルームでは、IMP メンバーが新しい挑戦に直面し、自らの可能性を最大限に引き出す姿が描かれ、彼らの伸びしろを見つめることができます。さらに、このシリーズには小坂大魔王やチョパ、ザ、マミーなど、バラエティ界の名だたる顔ぶれも加わり、 視聴者に笑いと興奮をもたらすこと間違いなしです。このような豪華なキャストが集結することで、IMP、メンバーとの絡みがどう展開されるのか、多くのファンが期待しています。SNS のコメントを見ると、普段から IMP を応援しているファンだけでなく、彼らを初めて見るという視聴者も楽しみにしている様子がうかがえます。IMP のメンバーは、これまでにも数多くのチャレンジに挑んできたことから、 すでに自らの伸びしろを広げる方法を知っているように見えます。しかし、今回のシリーズでは彼らがさらに成長し、視聴者と共に新たな一面を発見することでしょう。例えば、普段はクールで控えめな印象のメンバーが、お笑いやエンタメの要素に触れることでどのように変化するのか、多くのファンが興味を寄せています。特に、角田夏美選手やウルフ、アロン選手といった強者との共演により、 スポーツマンシップやリーダーシップといった新たなテーマも見えてくるかもしれません。彼らと IMP メンバーの交流を通じて、互いに刺激し合う姿が見られるでしょう。視聴者が楽しみにしているのは、ただエンタメとしての面白さだけでなく、IMP がどのように成長していくのか、そのプロセスです。このように、IMP のファンにとっては、伸びしろルームは単なるバラエティ番組ではありません。彼らが普段は、 せない一面や新しい挑戦の姿が描かれることでファンはより一層彼らに親しみを感じるでしょう。また、彼らが奮闘する姿を目にすることで、自分たちも何かに挑戦しようとする勇気をもらえるかもしれません。こうした共感と応援が、視聴者の間でさらに IMP の人気を高めていく要素となるでしょう。ファンが特に興味を持っているのは、メンバーたちがどのようにバラエティの場で奮闘し、 成長を遂げるのかという点ですエンタメ業界での新たな経験を通じて、彼らは一層進化し、次なるステージへの伸びしろを発見することが期待されています。また、今回の配信開始が近づくにつれ、SNS 上での期待感も日々高まっており、多くのファンが、その日まで絶対に生きるといった熱いメッセージを投稿しています。ファンの間では、すでに Amazon プライムビデオのサブスクリプション登録が進み、 多くのの人がリアルタイムでで視聴を楽ししみにしているようです。この番組を通じて、ファンは彼らとの距離感を縮め、IMP メンバーがどのように視聴者を楽しませるのか、その意気込みを感じ取ることができるでしょう。配信開始までの数日間、ファンは、もう待ちきれない、という思いを共有しながら、ワクワクとした気持ちでその日を待っています。特に、IMP メンバーがリアルタイムでの反応にどういられていくのか、 そのアプローチにも期待が寄せられています。このシリーズはエンタメの枠を超えた人間ドラマとしても注目されており IMP のメンバーがどうやって自分を表現し成長していくのかを追体験できるものとなっています彼らのファンでなくとも視聴者が彼らの姿に共感し応援したくなるような内容が詰まっているでしょう IMP のびしろルームは単なるエンターテインメント番組にとどまらず IMP のメンバーが未知の分野に挑戦し、成長する姿が描かれることで、新しい価値やインスピレーションを視聴者にもたらします。エンタメの枠を超え、成長物語としての側面を持つこの番組には、他の追随を許さない魅力が詰まっているのです。とりわけ、普段は音楽パフォーマンスで輝きを放つ彼らが、バラエティの舞台でどのように自分を表現し、 個々のキャラクターを全面に押し出していくのかがファンにとっての大きな見どころでしょう。角田夏美選手やウルフ、アロン選手という著名なアスリートがゲスト出演することで、単なるトークやゲーム企画にとどまらず、IMP のメンバーがスポーツ選手としての強さや精神力に触れる機会が生まれます。IMP のメンバーがアスリートたちから影響を受け、また自身の音楽やエンタメ活動にも新たな視点を得るかもしれません。 そのような化学反応が視聴者に新鮮な驚きを与え、彼らの成長過程にさらなる深みが加わることが予想されます。また、小坂大魔王やミチョパザ、マミーといった多彩なバラエティの顔ぶれが揃うことで、通常の音楽パフォーマンスでは見られない彼らのユーモアや柔軟性がどのように引き出されるか、ファンは目を輝かせていることでしょう。視聴者にとっての楽しみは、 IMP のメンバーたちがどのような体験を通じて新しい自分を発見し、次のステップに進んでいくかという成長の瞬間を一緒に共有できる点です。特に、日常生活や仕事で挑戦し、壁にぶつかることの多い視聴者層にとって、IMP が直面するバラエティの挑戦と、そこから生まれる笑いや感動が大きな共感を呼ぶと考えられます。また SNS 上でのファンとのつながりも重要な役割を果たしており、リアルタイムでの反応や応援が IMP メンバーにさらなるモチベーションをもたらし、ファンと共に歩むシリーズとしての側面が強化されています。ファンが SNS 上で、これほどの豪華キャストに囲まれるなんてと驚きを表現しているように、伸びしろルームはただ IMP の姿を見せるだけでなく、エンタメ界をリードするタレントやスポーツ界の英雄たちとの協力によって、彼らが今、 こここでししか見られないい一面を引き出すすとに成功しています日常とは違う環境での挑戦や体験を通じて IMP が自分たちの限界に挑戦し伸びしろを見つけていく姿は視聴者に多くの示唆と勇気を与えるでしょう。また視聴者はただ IMP を見るだけでなく彼らが直面する課題や目標に感情移入し自身の生活やキャリアにも新しい視点を見いだすことができるでしょう。 この番組がもたらすインパクトは、単なるバラエティの枠を超え、視聴者自身が、伸びしろを見つけるきっかけにもなりうるのです。ファンはすでに Amazon プライムビデオの配信開始を心待ちにし、仲間と共にその日を迎える準備を整えています。特に、初回配信となる第1話には大きな期待が寄せられており、SNS 上では、絶対にリアタイで見るといった決意表明が多く見られます。 IMP のファン層は幅広く、10代から中高年層まで幅広い年齢層に支持されています。特に女性ファンからの支持が厚く、彼らの成長と進化を見守ることが自身の励みになっていると語るファンも多いようです。また、伸びしろルームのような番組を通じて、IMP の魅力がさらに多くの人に伝わり、新しいファン層を獲得するきっかけとなるでしょう。彼らのエンタメに対する情熱や、 新しい挑戦に向かう姿勢は、これからのエンタメ業界に新しい風を吹き込むことでしょう。今後のエピソードでも、多様なゲストとどのような関わりを見せ、どのように成長していくのかが視聴者にとっての見どころとなり、IMP の未来に期待が高まります。こうして、ファンと共に成長し続ける IMP の姿は、今や多くの人にとって励みであり、共感を呼ぶ存在になっています。伸びしろルームを通じて、 彼らがどのような新しい一面を見せてくれるのか、今後の展開にますます目が離せません。